今日はお寒い中、12月下旬の天候の中おいでいただきましてありがとうございます。で、ベルリンの壁崩壊30年ということ で本来だったらもう少し早めに始めるべき企画だったかもしれませんけれども、実は今回作家の高橋源七郎さんを招きして、それが第1回ということになります。でちなみに事務連絡的に申しますと、12月6日に渡辺帝京大学教授のフランスの専門家ケーキさんと僕読めませんけれども、で11日は斉藤浩平さん、はそれこそマルクス・ガブリエルズと欲望の新書を出している方ですね、がおいでになって、とりあえず3回までは決まっているということでございます。で今日は高橋源一郎さんで、私が何も紹介するまでもない気が、紹介してくださいよお願いしますしますけども、個人的に言うと世界の大作家の一人というふうに思ってまして、笑うとこじゃない、いやいやいや、あれなんだっけな、さよならギャングたちがデビューというか、まあ普通の人が読める形のデビューだと思いますけども、もうそれ読んでも涙なくして読みきれないと、まあ、高橋さんの本は大体泣くんですよね僕ね。悪と戦うにおいてすら泣いてしまうということでございまして、まあ、泣いたから大作家だと言えるかどうかとはまた別の話が行きましょう、しますけども、私はファンでございますと。で最近は1億3000万人の論語なんていう新書で論語を全訳なさってまして、それまだちょっとかじったぐらいしか読んでませんけれども、それはそれで孔子が目の前に登場するような話なので、興味のある方はぜひお読みになったらいいかと思います。で今日はまあということで紹介したという念にも、はい、果たしまして、ではベルリンの壁30年1989というテーマで高橋源一郎さんに話していただきます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、高橋源一郎です、作家をやっておりますので今日はよろしくお願いします。でちょっと一つ今日はこの、講演というか お話を受けて失敗したと思って、います。一つはですね、僕謝礼を聞かないで受けたんですけど、多分今まで受けた一番低いレベルでは、僕ゼミをやっていまして、プライベートのゼミで人をお招きしてるんですけど、僕のゼミより安いですよこれは個人的に文句を言ってるんではなくてですね、もう少し考えた方がいいのではないかっていう、この資本主義社会でねっていうふうに思いましたが、まあそれはともかく、それでもう一つ、こっちは真面目な方の話なんですけれども、僕は、基本的に、まあ例えばこういう記者の皆さんの前で、社会や政治のことをしゃべるようにはしていないですね。で某新聞、朝日新聞で論壇実習やってたじゃないかと、あれは5年やらせていただきました。でもちろん社会や政治のことを毎月5年間も、書くわけで、ある意味、まあ、記者さんほどではないですけれども、5年フルで社会や政治のことを考えてきたので、語れと言われれば語ることはできるんですけれども、ちょっと、そこが、おそらくニュアンスの違いということになります。これあれは書くという場所ですので、書くときと喋るときとはやっぱり根本的に違うっていうのが僕たち作家の立場です。論壇辞表のときも困ったのは短すぎると、まあ、あれは1回5枚半ぐらいでしたね、ちょっと忘れちゃったんですけど、2200字ぐらいだと思うんですが、実はあれどういう書き方かしてますと、1回ですね5000字ぐらい書いてるんですよ。で5000字を切って2200字に進めると、で最初から2200書けばいいんじゃないかと思うんですけれども、無理ですね。まあ、正直言って1回のテーマで2万字ぐらい書きたいと、まあ20倍とかで、まあそれは無理なんで、それでも一応もっといろいろ考えたという証拠を自分に残しておくために、ですからオリジナル原稿はあるんですけど、
それも本にしようかと思ったんですけどね。でもそれをまあ削って残すと、でもちろんちゃんと記者さんと の, 大変優秀な、いやあれとすごいと思いますけどね、的確な指示のもとに、あ、なるほどと思って削っていくんですが、ただ出来上がったものは正直言って僕が書いたのかなと思う時があります。というのは、僕が一人で書いたらあんなに明晰に書かないつまりですね、これ何と言ったんでしょうかね、作家が書く文章は基本的に回り道を大切にしていくんですね。まあ、今回で言いますとベルリンの壁っていう話、ちょっと普通、まあ多分記者さん書くとするとですね、ジャーナリストが書くと1989年11月何日のどこそこって書くと思うんですが、おそらく作家はそういう書き方しないんですね。多分、生まれた家にふるさとのことを思い出すと思い浮かべるのは、家にあった塀だみたいなつまり個人的な記憶の中の壁から始めてベルリンの壁に行き着けばいいなと、つまり自分、まあ、個人ですね、まあ、私の、生きているその場所から始めてたどり着けばいいなと。これたどり着かないこともあるんですよね。でもこれ論壇辞表でそれやってると今回社会や政治のことはゼロっていうことはちょっとまあ、それは共同作業なのでできませんが、本当は、そういうことだと思います。それはどうしてかっていうと、まあ、簡単に申します。まあ、だから僕たちが小説を書いているわけで、この、ベルリンの壁に、ベルリンの壁ってすぐなぜ書けるんだと、僕らは関係ないでしょと。でも僕は、生まれ故郷の、尾道の、育った年に1回しか戻らない家の壁があってですね、その壁っていうものでいつも前で遊んでいたと。僕にとって壁はそういうもんだっていうところから始めれば、僕ベルリン、実は、翌年90年にの2月にベルリンの壁行ってるんですね、目の前に。でその時、あ、なんか、僕の田舎の壁を思い出したっていうことならば書ける。これがまあ、僕たちにとって誠実であるという書き方なんですね。ですので、まあ、少なくとも書く場合には、そういう作業の、まあ、後を残すことができるんですけど、喋るのはとても難しいということで、僕基本的に普通のインタビューは基本的に受けません。で講演もつまらない講演ならやると、いやつまんないでほしいね、楽しい講演なら受けるけど、やっぱりあまり政治的なことは、不正確になるということと、個人から発する言葉にいかない。ジャーナリストの言葉を 僕たち作家がやったら、僕たち作家にとって死ですからね。それはやっぱり違う道なので、やらないということで、今回のような依頼はありえないはずだったんですが、まあ、一つは機嫌が良かったんですね、前の日馬券が当たってと、もう一つ、理由があります。実は89年については個人的な本を出しています。これは、追憶の1989年という、不走者で出てもう絶版になっていますが、僕は名作だと思うんですけどね。これどういう本かって言いますと、今もあります、スイッチっていう雑誌が大変ハイカルチャーでかっこいい雑誌があるんですが、スイッチっていう雑誌、月刊誌で、連載をやってくれって言われたんですね。で何やろうかって言ってんで、日記の連載を、というわけでこれは実はスイッチっていう雑誌でやった日記の連載をまとめたものです。で、ページ数で言いますとね、308ページあるので、すいません、ちょっとここから老眼鏡に変えていいですか皆さんと一緒です。はい、字が見えませんので、308ページなので、原稿用紙で600枚です。
で12ヶ月ですから平均月に50枚書いた日記です。で、このこれ追憶の1989年っていうのはこれ単行本の時につけたと思われるかもしれませんが、実は連載1回目からこれつけたんです。これ今でも覚えてますが、あの担当編集者とじゃあ日記なだけど名前つけますかって言われたのにつけますって言って追憶の1989年って言ったら、高橋さんまだ始まってないよ1989年、これ連載が決まったのが88年の9月ぐらいです。で、もちろんあの書いたのは要するに始まらないと書けないんで89年から書き出すんで、ですから1月2月あれ隔月間だったのかな、1、2月をまとめて出したのかなっていうことは、3月に出して多分4月号とか5月号ぐらいから連載が始まってるんですが、なんで始まってないんで追憶するんだよって言われたんですよ。で、まあ、その時僕割とまあ教鞭というか無理やりな言い方をして今でも覚えてるんですけど、絶対追憶するような年になるからかけてもいいよっていうか、で競馬は外れるんだ、この賭けは当たったって。これが追憶の1989年です。で、あのこれはまあ日記と、あと実はあのポラロイドで写真を撮って、写真も載ってます。1年間、さっき言いました1日の休みもなしに書いています。で、これもう一つ、言いますと、日記、特に作家の日記っていうものは、特別なジャンルであるというまた思いがありました。代表的なのは永井荷風の断腸亭日常というのがあります。もう膨大な数十年分の日記で僕大好きなんですけども、この日記がまあ有名なのはもちろん長くていろいろ詳しく書いてあるんですが、途中から公開を前提として書いてる、これ大変有名なんですけど、で、これ面白くてですね、公開を前提とするんで、ある時決めるんですね。で、公開を前提としたらまずいことあるでしょ。あの要するに個人を誹謗するとかね、それから、いや誰ぞそれとまあそこまで男女関係があったとかそういうことはまずいんで、永井荷風一旦消すんで墨で。ところがやっぱりまずいって面白いで、墨をじゃなくてこれ残したんですね。で墨で削ったところをもう一回書き直す。この惑いの中に作家の日記に関する意識がよく出てると思います。今は、SNS があるので、日記とか公開日記、そもそも何か自分のことを書くって基本公開ですよね。逆にこういうプライベートな日記書く人が減っちゃって、SNS でオープンで書く人が増えてるんですよ。だから今は逆に公開前提です。で、これは SNS 以前なので、当然ですから永井荷風の時代に属しているんです。で、この時にやっぱり日記の独特のあり方というのがあってですね、古川六波戦前日記とかですね、僕大好きなんですけど、山田風太郎日記とか、こういう人たちの日記は一つものすごく当時の時代のことを詳しく書いてある。それから同時にこれがなかなか微妙なんですけどね、全部は書いてないんですよ。どっかで、書きたくないこと、書いてはいけないことを個人のルールで書かないようにしています。で、この配分の仕方が読者にとっては非常に面白い。この人が何を隠して何を出そうとした。ここにまあ、ドキュメンタリーじゃない作家の日記の面白さがあるんですね。で、今回、久しぶりにですね、本棚にこれ一冊しかなくてですね、久しぶりに読み返してみたんですけど面白い。いや、自分で言うのもあれですけどもね、まず、で今日はどういうふうにしようかというと、ちょっと読んでいきます部分的に。でこれ付箋貼ってますね。これ実はこれさっき言った原稿用紙600枚
ありますが、そのうち半分以上が、まず半分が競馬とにかくね、この日どんな馬券を買ったかが延々2ページ書いてあるとか、それから本、買った本全て書いてます。レコード見た映画、だから、自分の、まあ、それから書いた原稿ですから、その自分の文化活動についてはほぼ完全に書いています。だから次が妻と猫の話、だからその競馬とカルチャー、妻と猫、日常生活で 90% ぐらい。これ何かっていうと社会と政治なんです。この僕ちょっとこれは、30年前にいた、まあ、ある意識的な作家が社会や政治の大変動期にどういうふうに向かい合って生きてかっていういい例に、いやもう僕自分の書いたものなんですけど非常に興味深いというふうに思いました。なのでちょっとこれからこの高橋さんって呼ばせていいですか、この作者を。この高橋さんの、1989年の日記についてちょっと喋、りながら89年問題のことを考えようというふうに、僕、ちゃんと、ね、自分と分離できるようにシステムになってますので、ここに出てこないんですけど、僕高橋さんというキャラをよく出すんです。それ一応僕みたいな、今でアバター、もうちょっと僕から闇を抜くと高橋さんになるんですね。ちょっといい感じのキャラにしてるんですけど、で考えていくと非常に面白いところというのは、この高橋さんという人は僕じゃないですよ、高橋さんですよ。60年代後半学生運動をしてですね、捕まった経験もある、非常にそういう意味では政治に敏感な人が作家になって、社会や政治問題に対して実は、ほとんど触れなくなっています。で、これは実は長井家風の団長邸日常っていうのは非常に面白くてですね、何が面白いかっていうと政治の話がほとんど出てこない。でこれちょっと、文学史の問題なんですけど、彼はなぜ政治のことを書かなくなったかっていうと大逆事件の影響なんです。これ僕その研究をしたことがあるんで、明治43年の大逆事件があった時に家風は大変若くてですね、その大逆事件は日本の作家にものすごい影響を与えたんですけど、特に政治について書けないっていうことを最初に作家が気づかされたのが大逆事件です。これ以降ほとんど書けなく、第二次大戦中も書けないんですけど、大逆事件はさっき言ったように思想問題で基本的冤罪ですけど、作家を含むグループが一網打尽にされた事件ですね。で書くとやばいっていうことで、大変反問をします。有名なのは石川啄木の時代閉塞の状況っていうのがそういう状況の中で、実は大逆事件のことを取り上げて朝日新聞に載せようとしたんですけど、当時の文芸欄のトップの夏目漱石に止められているという、これはちょっとね僕の想像なんですけど、いいや、この話と長くなっちゃいますね。はい、で結局同じ時期に長井家風は、短編を書いてまして、これ黄色い部屋だったかな。でその中でもう僕は、外のことは書かないって言って、死ぬまで政治絡みのことは書かなかった。でその分を、彼が最もよく出てるのがさっき言った団長邸日常という、事件があったはずなのに書いてないっていうのを徹底、日記ですからね。だからそれも公開をやっぱり予定している日記ということで。で、この高橋さんもどうもそういう傾向があったらしくてですね、この89年の日記にはほとんど社会政治のことは出てこない。これなぜそれ分かりますかっていうと、この高橋さんはちょっと実はそういう傾向が、1991年、2年、湾岸危機があった時に
あの文学者の、声明を出したときに、非政治的な立場からある意味転向するんですが、その2年前、まだ、非政治的であった頃の日記ということになります。ちょっと、さっきも言いました、ある意味非常に少ないのでちょっと読んでいってみます。せっかくですが1月1日の最初のところだけ読みますね。1月1日午前10時半起床、曇り、和服を着る、今日から38歳になる、若、驚るべきことである。 N、 これ N っていうのは妻ですね、当時のね、はい、N の作ったおせちとお雑煮を食べる、正月のテレビはつまらない、学生援護会の新雑誌デューダの CM を覗く、これはおかしい、タモリとサンマと所ジョージばかりでうんざり、30年前からそうだったんですね早く志村けんを見たい、昨日は紅白の最初のところを見逃したので聖子や静香や明菜、同じですね、が見られなかった、そのことで N と喧嘩した、これは最初の、もうこの辺からすでに非政治性を極めているんですが、で実は、皆さんご存知のようにですね、ちらりと出てくるところが、1月3日、2時半帰宅、王、これ友達、王より電話あり、麻雀しないかとのこと、いいと思う、王は大学時代からの友人の弁護士で、かっこ、今は連合赤軍の優などの弁護を引き受けている。来週、北朝鮮まで赤軍派の連中に面会に行ってくる予定である。かっこ、日本に戻ってきたハイジャック犯 F の弁護も引き受けているのである。4時半、王の彼女、K 来る。K とは初対面。元赤軍派にして銀行強盗で14年間の先行生活の後、時効を成立して出現した人なり。っていうようなことが書いてあるんで。この後ですね、彼が、弁護したあの上垣さんね、殺人で、彼と会ったりするんですけど、その辺は90年の後になりますが、なのでこういうことは書いてるんだね、うん、本当は一切政治的なことを書かないで、あ、まだあるのこれ、K より永田陽子が獄中より送った年賀状を見せてもらう、綺麗と書いてあるんですなのでどうもやっぱりどこかで政治的なことがやっぱり頭の中にはあるというふうに思います、はい、1月7日ご存知ですね、曇り、悪夢を見て目を覚ます、極めてリアルな夢、自分が死んでしまう夢らしい、時間が気になり枕元の時計を見る、6時、喉がカラカラ、2年に1回ぐらいこういうことがある、 N は熟睡している、悪い予感がするので実家に連絡してみようかと一瞬思うがやめて寝る、電話で目を覚ます、 N の実家なり、 N が電話に出ると N の母が突然、昭和は終わりました、あなた方は寝てるんじゃありませんかね、という、なんとあれはそういう夢だったのかという、寝ている間に昭和が終わったっていう1月7日です。2時半過ぎ、新元号が平成と決まる、懐かしいですね、変と N が言う確かに変だ、もう泣いちゃったですね。その直後、8チャンネルに出演した江藤淳さんが感想を尋ねられ絶句していた、平安とか平城京を思い出すとのこと、そういうことである、だからいきなり言われた江藤淳が絶句していたって、もう誰も覚えてないと思いますが、そういうのがやっぱり読むとこは面白い。この後ひどいんですよ。N が庶民の自粛の様子を観察に行こうと言い出す。いいとも。石神井商店街で半旗を掲げているのは3軒のみ。電車に乗り池袋へ。西部のショーウィンドウの照明が消されていることを除けば、街の様子は普段と変わらず。これ1月7日です。読んでるだけで終わってもいいな。はい、いやいや、そんなことです。これですね、2月、実はこれそうじゃない意見もですから、この中で社会政治のことはほとんど書いてないんですが、気になったことは書いたんです。ですね、2月10日手塚治虫さん死去のニュース、ショック、天皇が死に、文壇の天皇大岡昇平氏が死に、漫画界の天皇が死んだ、今度は映画か音楽か、三井物産の若おじさんも死んだ、分かんない人いますよね、テレビ小説を書いている、夜中の3時、
今野真理ちゃん殺人事件の犯人の犯行声明のニュース。犯人は所沢の住人らしい。あれですね、連続幼女殺人事件、これまだ進行中の時です。あの宮崎勤が、このあと捕まる、そのまだ、連続殺人事件と関係あるかと言われた時ですか。実はこれ、宮崎勤のことはずっと気になっているようです。ですね、はい、飛びます。飛んでるってことはこの間社会性のことは一切書いてないっていうことです。あ、ここも書いてないな、これ本のことですね、はい。あ、これもないわ。あ、ここです。5月には飛んでる。だから2月の連続幼児殺人事件以外社会性のことは書いてないし、あれ天皇が亡くなって以来5月まで何も書いてないっていうことです。5月18日、公明党の委員長が変わり、自民党の総裁は変わらず、中国と韓国で学生デモが盛り上がり、警官2人殺しの犯人と主婦と幼児殺しの犯人が追いかけられと書いてます。これ実は中国で天安門へ向かう学生デモが始まった、あれ4月から始まってんですね。4月の二十何日かに、誰だっけ、小平じゃなくて雇用法の追悼の集会があって4月の末ですね。ですからこのあと6月の4日の天安門事件までどんどんデモが繰り広げ、ちょうど今の香港と同じような状況になっていくので、やはり高橋さんはデモのことを書いています。はい、もうこのあと6月3日の夜に飛んでいます。3日だね、3日ですね、はい、10時起床、競馬場、帰って昼寝、夜北京で戒厳軍発砲しながら天安門へ突入のニュース。テレビを見る、天安門にいる NHK 記者の声、電話を通して震えているのがわかる。軍隊がやってきたようです。記者の声の背後から銃声聞こえる、無差別発砲らしい。記者リーダーが最後の時が来た、最後まで戦おうと言っています。インターナショナルを歌っています。みんな泣いています。銃声、朝5時までテレビ見る。6月4日、9時半起床、テレビでニュース見る。天安門軍に制圧された。11時、ゆうちゃんとフィアンセ結婚式の件で来る。立ち会い人をやることになっているからである。13時半、2人帰る。以後も断続的にニュースを見る。ホメイニが死に、ウラル地方でパイプライン爆発して列車2本巻き添えに遭い、新潟県知事選挙、自民党候補新勝、ニュースの多い日だった。ホメイニが死んだ日なんですね、6月4日って。夜、前夜の天安門での衝突のフィルム放映される。8チャンネル、中国高十字の発表として死者2600人以上と報ずる。深夜、戒厳軍北京中央部で包囲網を敷きつつあり、大学校内へ突入する模様である。学生も軍隊もまま、軍隊も不眠のまま夜を迎えるか。香港と一緒ですね、これね。5日月曜日、9時半起床、晴れ、1日テレビを見る。6チャンネル、10時のニュース、鎮圧のフィルムの最後に中島みゆきのシュプレヒコールを流す。こんなことやったんですね、6ちゃん。6日、9時半起床、晴れ、暑い、テレビ見てまた寝る。12時半、本格的に起きる、テレビを見る。3時、安住、東京組織の K さん来る。安住からパリ土産の大理石の時計もらう。仕事早くしろと言われた。断続的にテレビを見る。N に一杯のかけそば買ってきてもらい、早速読む。あまりにひどい話ので怒る。感動などどこにもないのにあると偽って売る感動のペーパー商法と断定するが、 N は大笑いしながら読んでいる。11時、12時、そして1時半の CNN まで見る。 CNN デイウォッチの女性キャスターは喪服、男性も黒ネクタイだった。 N が僕ぐらいの年齢の連中がどこでもテレビを見て興奮しているという。そうかもしれない。それにしてもこの何日かで中国のことに猛烈に詳しくなった。38軍に27軍、これは一体何のことだと。
9日12時起床、雨、涼しい、新聞を読む。北京で学生の一斉検挙が始まったらしい。明日の予想を書くも身が入らない。なぜか疲労はなはだし、今週はずっと中国関係のテレビばかり見てしまったっていうのが、6月4日以降のことです。これで驚いた。これ6月9日で終わってるんですけど、1週間、ほぼ毎日中国天安門関係のニュースを見ていたら、11日ですから天安門が一応、収拾された直後、夜、幼女の首なし遺体飯能で見つかるという報道に N だから西武線は嫌だと心底から震える。西武線は嫌だったんですね。12日、帰ってからテレビを見る。首なし死体、西埼玉の連続幼女誘拐殺人事件と同じ犯人の仕業でないかと報道。これね、ちょっと時系列を見たんですけど、連続幼女誘拐殺人事件は88年の前の年ですね、8月22日が1回目、10月3日が2件目、12月9日が3件目、それで、4件目が、この、6月に見つかった、首なし遺体が見つかったんですけど、で、捕まるのがこの後っていうことです。こんなことやってたんですね。はい。6月23日、2時半帰宅。実質を言うと今日は結婚日記念日だったのだ。夢うつつで美空ひばり死すのニュースを聞く。美空ひばりが死にました。こんな少ないね。はい。で8月10日テレビをつけたら野本彩子ちゃん事件で犯人捕まったと大騒ぎ。これで養女連続も解決するのか。それにしても今日は海部内閣スタートの日なのだが、確か宇野内閣スタートの日には天安門事件があったはずである。今度は何だろうっていう、そんな時だったんですね。はい。で宮崎、ここで初めて宮崎勤の名前が出てきます。これ友達 S さん、実は話題騒然の五日市市に住んでいるのである。話を聞いたら奥様学校の PTA の役員をしていらして、宮崎勤の家の印刷所にパンフレットなどよく頼みに行っていたのだそうであると。宮崎勤の家からは自転車で数分、手首足首捨てた裏山よく行くとのことで、すごく怖いというふうに書いています。8月14日ニュース速報で宮崎勤、今野真理ちゃん、南波絵里香ちゃんも自白、3時に寝たと。実はこれぐらいしかないですね。はい。もうすぐです。はい。セプテンバー、オクトー、10月、ちょっと10月30日、池袋で魔女の宅急便を見る。宮崎駿の作品としてはまあまあというところか。終わり方が唐突のような気がした。ちなみにナウシカが84年、ラピュタが86年、トトロが88年。ここまで良かったですね。はい。こんなことで怒られちゃうので。あともいいですけど。はい。もうすぐ1年終わります。飛んでですね、セプテンバー、オクトーバー、ノーベンバー、11月か。はい。11月10日。いいですか。ここまで、だからないんですね。社会の記事が全く書いてない。深夜、野生時代の原稿を書く。11月10日、ベルリンの壁壊され始めるというニュース入ってきた。テレビを見る。次、11月24日、対談のゲラを直したんですね。途中、井上光太郎さんの大学ノートに書かれた判読不能な原稿や、
野間宏さんのくさび型文字で書かれたような神秘的原稿を見る。2時半過ぎ、編集長の T さんとタクシーで帰る。チェコ、ヤケシュ書記長と政治局員全員辞任のニュース速報。奥様は魔女を見て5時過ぎに寝た。12月、もう終わっちゃうね、21日、最後のところです。部屋に戻り、テレビをつける。ルーマニアも大変らしい。チャウシェスク、危ないようだ。12月23日、4時府中西高の F 君来る。6時 N 帰宅、プレゼント交換。あ、プレゼント交換ですね。クリスマス前の日なんで。僕は液晶テレビをもらう。売れっぴーって書いてます。テレビでルーマニア情勢、ブカレストで激戦続く。今年はこんなのばかりだった。以上です。これが高橋さんが書いた、1989年の社会政治に関する600枚の日記の中に出てきた社会性に関する全ての記述で、ちょっとこれいろいろ考えてみたんです。いろんなことがあって、多分ですね、いろいろ考えたと思うんです。特に、天安門事件の時、実は、天安門の時に日本作家クラブの代表団で水上勉さんが行っていて、水上さん天安門の横のホテルに泊まってらしたんですよね。それで上からその様子を、まあ、もちろん中は見えないんですけど、そこから逃げてくる人とか、血だらけで運ばれてくる人とか、銃声とか聞いて、実はそれで天安門横のホテルに泊まった6月4日の光景を見た直後に中国で心筋梗塞なんですよ。それで危篤になって、まあ、危機一髪で日本に帰ってこられて、その後にある賞の選考会一緒になるはずだったんですけど、入院してて来られなかったっていうことで、その様子はちょっとお聞きしたことがありますけども、ものすごく、考えさせられたことがあります。まあこれで僕あんまり真面目な話はしたくないんですが、ここまで来たらちょっと話をせざるを得ないということです。これは、まあ、高橋さんの日記というのは、一つの特徴は本当は非常に、これは他の部分読んでないからわからないと思いますが、半分競馬の話っていうぐらい非常にノンシャラン。89年っていうのは僕もよく覚えていますし、日記を読んで思い出しましたが、非常に多幸感、たくさんの幸せですね、のある時代だったというふうに思います。それは、皆さんご存知のようにバブルの前兆は絶頂は翌年の1990年です。確か90年の3万円、株価3万円って、あれ91年でしたっけね、と12月にオグリキャップの有馬記念の前の月が株価最高なんです。なので、もう要するにバブルの最絶頂期に向かっていく時期でした。僕がなぜ、僕じゃない、高橋さんがなぜ競馬ばかりやってるかっていうと、もう真面目に仕事しなくてもお金が入ってきた。もうね、ひどいもんですよ。原稿料も高いしね、まあ、広告的なものも。コピーも書いてますしね、もう、まあ、一応作業もしてるんですけど、で、まあ、ある意味、まあ、客観的に見れば浮かれている、この年に実はゲーム、糸井重さんとか作った「マザー」っていうゲームが出てね、ずっとやってるんですよこれね。だから、ゲームをやり競馬に行き、パルコに行って、CD を買うと。で、それは高橋さんだけではなくて、まあ、もちろん全ての人とは言いませんが、非常に豊かな感覚。これちょうど、
23区を売るとアメリカ全部が買えるって言ってた、不動産価格が。つまりもう日本で、世界のトップ100のうちもう全部日本企業は占めるという、いや、まあ、ある意味、日本が世界を征服した時期です、89年。で一方、中国では動乱が起こり、ドイツはベルリンの壁が崩壊しといった時期なんですけど、そういう動乱を ある意味ひと事で見ていた。で僕この89年の、天安門の、学生たちの、ちょうどその20年前69年、高橋さんたちが学生運動をやってた頃に比べて大変だなと、ですからそういう意味での共感を感じながら見ていた。多分メディアの人たちもですね、中国の人たちは民主化で大変だなと。でそれをひっくり返すと、我々の方は非常に自由もお金もある。だそういう意味では、共感っていうよりも僕は同情が近かったんじゃないかっていう。大変だろうが頑張って、僕たちみたいな豊かで自由なところまで来れるといいねっていう気持ちが、あったんじゃないだろうかという、この後に11月にベルリンの壁が崩壊しますから、その前にですね、時期的にちょっと、せっかくですから書いてきたんですけども、ハンガリーが揉めたのが6月です。で このパッと見た平均年齢から言うと覚えてらっしゃると思いますが8月にね、パンヨーロッパピクニックというのがあってですね、まだ、ベルリンの壁が閉じている頃にハンガリーが先に自由化されてしまったんで、東ドイツの人がハンガリーに行ってハンガリー経由で西ドイツに行くと、ちょうど国境がみんな接してるんで、これがパンヨーロピアンピクニックという、これが8月に起こります。もうこれでもう東ドイツはハンガリーに抗議するんですけど、もうそういう時は必ず、それまではソ連が出てきて、ハンガリーを牽制したんですが、すでにゴルバチェフが、自由放任主義になってましたので、結局もうハンガリー経由でいくらでも、東ドイツから、西に行けるというふうになったのが8月です。で9月、そして11月、これもですね、11月9日に、東ドイツのあれ広報官がですかね、国境は、開きましたと、これ間違ってたらしいんですけどね、これクレンツさんっていう当時の市長が、これなかなか面白いエピソードなんですけども、ブリーフィング、これ記者会見を毎日やってたんですけど、今日何かやることないですかってその広報官が言ったら、あ、じゃあこれって言って、実は長期的に国境は開くと、でもちろん厳密に、ビザとかその必要だけども、これはもう閉じないよっていうことを書いたやつだったのに、この広報官がよく読まなかった歴史は面白いですね。で開けますと、で記者がいつからですかって聞いたら、いつからだっけって調べたら、初めの方に別の文脈で今すぐって書いてあるこれね面白いですよね、今すぐですって言って、その速報で出ちゃったんです。だから東ドイツ当局は訂正を出したんですよ、誰も聞いてないっていうことで、11月9日から10日にかけてですね、もう東ベルリンから西ベルリンへの、いわゆるポイントチャーリーというところが開いてしまった。もうしょうがない、開いてしまったら止めようがないっていうことで、実質的にベルリンの壁はなくなります。これは11月9日深夜です。で高橋さんの日記には出てこないんですけども、これ見てた覚えがあるんですが、ビロード革命というチェコの、これがベルリンの壁が開いた1週間後です。
11月17日に、いわゆるビロード革命というのが開始されます。要するにデモですね。数十万人のデモが。で、1週間後、11月24日、50万人が集まった、会場に、68年のプラハの春で失脚したドプチェクさんが、68年失脚したドプチェクさんが68歳になって現れて、20年間どっかの山奥でなんか管理にしてたんですね。でもうそれを聞いて、さっきも言いました、チェコ、共産党の人たちが一斉に辞任をすると。で12月にはもう新政権ができているというものすごく早い、それね僕覚えてると書いてないんですね。だその辺はもう書かなくてもいいやっていうふうに思っていた。あまりにも動きが早かったんで。で僕は個人的にはですね、いや僕高橋さんじゃないのに分かっちゃいけないですけどね、高橋さんは実はその、ハベル大統領ですね、当時大統領になったハベルさんは劇作家ですのでに一番実は注目をしてたんですが、この人のことを語ると文学の話になっちゃうので書かなかったんじゃないのかなというふうに思います。これが、嵐のように変わっていった、89年の状況とそれを見ていた、一人の、作家の心情だったと思います。で今から考えてみると、この年っていうのはですね、僕普段メモ取らないんですけどね、今日は記者さんが目の前なのでメモを取ってきたんですが、たくさん問題があった年です。おそらくそうですね、近代150年の中でもね特筆すべき、おそらく1945年、これはまあ戦争が終わった年ですから68年、これは世界、日本だけではなくて世界で大きく変動した68年を革命だという人もいます。それと同じ意味があるのは89年、このあとこれと同じ意味を持てるような年があるかというと非常に難しいです。同時多発テロの年なのか、それから、日本だと、311なる2011年、でもこれは日本国内だけの問題です。日本にとっても世界にとっても大きな意味のある年という点で言えば、まあ僕は68年か89年だろうと。もちろん45年も世界にとって大きな意味を持ちますけれども、だと思います。でこれなぜかって今思うとですね、今この30年後に思うのは、一つ天皇が亡くなったことですね。1月7日、平成になりました、1989年の1月7日に。あの時の違和感、さっきも言いましたよね、官房長官が平成出した時に、うちの妻が「変」って言った僕も「変」と思って、で江藤淳も絶句したっていう、これは一体なぜだろうっていうふうにちょっといろいろ考えてみるんで、で今回令和、変っていう人はあんまいなかったん。実はもう一つ実は注目すべきことがあってですね、89年の、天皇が亡くなって新元号になるときには天皇制反対デモが何件かあったんです。今回は全くなし。89年っていうのは、戦後、44年ですね。で戦後44年までは天皇制に対する違和感が残っていた、あるいは違和を表明する人がいた。ちょうど大岡昇平さんが亡くなっちゃうんですけど、いわば、昭和天皇ですね、亡くなられた
まあ、まさに昭和です。僕今、新潮という雑誌で広人という小説を連載しています。もしかしたら死ぬまで終わらないかもしれないんですけど、昭和という時代をまあ全部描こうとしているんですけど、その時にやっぱり広人、やっぱ彼を我々日本人はうまく、彼の問題を解決することはできなかった。まあ簡単に言うと戦争責任ですね。多分ここでは加藤紀弘さんも、講演お話にいらしたと思いますが、この問題をちょっと放置して、次の、まあ今の上皇ですね、平成天皇に丸投げして、まあ、平成天皇がある意味デモクラティックな方だったので、その問題をスルーして来てしまった。今多分天皇制は評判がいいのではないか。でこれでもいいんですかねって言った場合に、女性天皇問題で議論はされそうですけど、今どうでしょう、天皇制は必要なのかという議論ができるんでしょうかと、これが多分89年の時に出てきた問題が、解決されないまま令和になった。その平成が変っていうのは昭和も変だと思ってるからですよね。でもこの令和が変っていう感じがあまりないっていうのは、今のこの社会を、我々がまあ何て言っていいですか、受け入れている。で、89年のように豊かな時代ならそれも分かるね、この豊かな社会を。でもあの豊かな時代にあっても違和感があった。つまり僕らその社会、この社会の、反映してるけれども、本当にこれで大丈夫なのかという気持ちがどこかにあったんだろうと思います。まあ、そんな時に、今から考えてみれば非常に象徴的ですが、宮崎勤事件です。まあ、これは、要するに、まあ、養女を、誘拐して、まあ、殺して犯したという事件なんですが、まあ、ご存知のように、彼が、アニメや、等々、6000本でしたかね、二次元への愛情しかない人間たちがいるということに初めて衝撃を受けた事件では、つまりサブカルチャー恐ろしいっていう、そういうことを、まあ、ある意味、人々の心に刻みつけた大きな事件です。72年の連合赤軍事件が、人々に政治への恐怖、学生運動が壊滅したのは72年連合赤軍以降ですね。あれ以来学生運動は人を殺すという、これがね、香港とかないんですよね、連合赤軍事件がないから。それに加えてこの89年の、まあ、宮崎勤 M 君事件で、やはり人々の中にオタクという怖いものがいるという、そしてそうい こう記憶がありながら今の、インターネット社会になっていった。実はこの年には、今となっては非常に象徴的なんですけども、サルマン・ラシュディの悪魔の歌という作品が、ホメイニから死刑宣告を受けた。これ今年、この年です、89年死刑宣告した後、当のホメイニが死んじゃうんですけど、この年に初めて僕らの中にイスラムは怖いと、全然違う倫理論理を持っているっていうのが、サルマン・ラシュディの悪魔の歌をめぐって、まあ、殺人が起こるという、宗教的な狂信、イスラムってそうだったのと思ったのがやはり89年です。ついでに言いますとですね、これも意外とあったんですけど、ベトナムからの難民のボートピープルが流れ着いていっぱい来たのが89年です。でさらに言いますとですね、当時は分からなかったんですが、坂本弁護士、殺人事件っていう、
これ後にオウム真理教の犯行だったと分かる坂本弁護士事件もこの年です。で言ってみれば、平成つい最近終わりました平成という時代に問題となって出てきたもののすべてほぼすべてがこの時代に勢ぞろいしていると。で僕さっき言った追憶の1968よくつけたなと、今でも覚えてますけれども、そこはちょっと、高橋さん褒めてあげたいんですけど、こういう繁栄がいつまでも続くわけはないと。なんかこれそういうこと書いてるんですよ。おかしいよねって、こんなに浮かれてていいんだろうかって思いながら日記をつけていました。でその後にそのノストラダムスの大予言とかも、その後に来るんですけれども、そういうことではなくて、多分、この89年から90年にかけて絶頂を迎える日本の繁栄は近代日本で最も豊かな時代で、つまり戦争に負けた日本がですよ、あるいは、明治維新以降ですね、日清日露第一次第二次と勝ったり負けたりしながら天皇制だけは守りながら、ついにアメリカも変えるぐらい豊かになった。その絶頂で次の30年の、起こる恐ろしいものの、全てが、準備されていたっていうのが、この89年だと思います。最後にちょっと一つだけこれは言わないといけないと思うんですけども、これ皆さん、ご存知だと思いますが、89年っていうのはどういう年かっていうのに最も有名な言葉、これは歴史学者フランシス福山の歴史の終わりという、後に本が出てますけど、これは本自体はもう少し後なんですが、歴史の終わりを書いたのが89年です。これ発表されたのが89年です。で、もうこれはもう当時大変話題になりまして、ものすごく批判もされたんですけど、簡単に言うと、フランシス福山はこういうふうに言っています。普遍的な歴史、大きな物語というものはついに終わりを迎えたと。民主主義と自由経済が最終的な勝利をしたと。これ以上の制度は存在しないので取って代わるものはないと。これからこの民主主義と自由経済に取って代わるものが存在しえない以上、歴史というものは歩みを止めたっていうのが、フランシス福山の、歴史の終わりです。これはいろんなところでツッコミを入れるんですが、これは要するに政治的経済的に問題が一切起こらないっていうことではなくてね、これちょっと、正確に言うと哲学の分野のお話なんですけども、彼が言ってるのはヘーゲルという哲学者の研究者なんで、弁証法ってありますよね、あるテーゼがあって、それに反対するアンチテーゼがあって、でそれを統合していく人テーゼ、こうやって歴史は発展していくと。とつまり何かが出てくると、そうじゃない何かが出てきて、これが優れていると、いやこっちがいいって言って、その2つより優れた3つ目の、元の、だから封建性があって何かがっていうふうに次々乗り越えて、これを弁証法っていうんだ、哲学的に。と、フランシス福山の言い方をすると、民主主義と自由主義経済はアンチテーゼがないと、これはダメだっていうものは存在しないっていうことは、もうこれより先には優れたものはない、封建制に対しては、奴隷制に対して封建制、封建制に対して自由主義、こうやって人間はもっと優れたものを作ってきたが、これより優れたものがあるのか、
誰も考えられないだろう。だから哲学的には終わったって、これがフランシス福山の説だったんです。でも今考えてみるとですね、ひどいことになっている。じゃあこれ宗教の問題どうなるんだですよね。つまりキリスト教 教とイスラム教が、あこっちがアンチテーゼ、これを宗教と超えた宗教が出るとか、そういうことないですよね。そもそも宗教っていうのは弁証法とも全く無関係に存在して、そういう意味でもちろん暴論には違いないんですが、まあここで言いたいのはですね、そういう自由主義とデモクラシーと、自由主義経済が、勝ったっていう感じは僕も持ってました。基本的には非常に豊かになったことで自由主義経済、それから、ベルリンの壁ですね。やっぱりあれで、東ドイツが崩壊したときに、やっぱり社会主義がダメで資本主義に負けたと、デモクラシーの力にはやっぱり社会主義の統制ではかなわなかったという実例が、まさにフランシス福山の言った通り、確かに北京の天安門は悲惨な事件ですけど、あれはまあどんな時代にもあるバックラッシュ、しかしあれもやがては、デモクラシーと自由経済のもとに、まあ任されていくだろうと思いながら、89年を過ごしていたと思います。そこにはこう書いてないんですけども、この社会への目配りの仕方、これちょっと客観的に見てみるとね、フランシス福山の言ってることが分かるよなと、多分ほとんどの人はそう感じたじゃないか。今となっては信じがたいことですけれども、そうやって見ると時代っていうものの限界、まあ、これは30年後に見てみれば、多くのものが外れているし、極端なこと言うとフランシス福山は一体以前にもしかするともうなんか中世に戻ってるような、そういう意味では、歴史っていうものは思うようにならないかもしれないと。ですからもう一度89年に戻ってこうやっていろいろ考えてみるというのはとても有益な、何がダメでこうなってしまったのか、今は何をしたらいいのか、あるいはどう考えればいいのかっていうことを、まあ、ちょっと戻ってみる、考える時のベースにする年としては、1989年というのはうってつきじゃないかと。僕も自分が書いたもんだけど勉強になります。89年だけじゃなくて、そういう意味でもしかすると2001年2011年、そうやって振り返るべき年があるかもしれません。ただ一つ言えるのはですね、どうでしょうか皆さん、平成になってからどの年かよく分かんないんじゃないですか。僕そうなんですよね。1970年とか69年とか89年とか分かるけど、2006年とか言うと分かんないですよ全然。もう311が本当あるおかげで2011年分かるけど、後の年はいや1995年って言われても2006年って言われても全く分からないです。そこのとこだけ取ってみても89年で歴史が終わってるっていうのは僕ちょっと当たってるのかな。もしそうだとするとそれがなぜかっていうのも一つ考えるべきテーマなのかもしれません。ということで以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。通常なんか私から質問しなきゃいけないどうぞ質問してください。なんか昔のことを思い出しました、はい、私は会社に82年に入ってですね、89年って外報部、あと私は外報系なんですけど、上がってきたぐらいの年 でその時やっぱりですね、アメリカ屋っていう人々とソ連屋っていう人々がですね、外報部の世界同様に二大潮流を作ってましてですね、ただまあいいや、それでこの人たちは何やってたかっていうと、ミサイルの数と核弾の数を数えるっていうのがまず主な仕事だったと気がしますね。もう一つソ連屋さんはあと序列を数える、でそれはもう核戦の感があってですね、もうまあ少なくとも弾頭の数とミサイルの数をまあ基本的に数えなくていいと、
いうことになったのは、まあ、ただ問題はでも進歩かどうか分かりませんけども、まあ、とりあえず良かったなと思って、これは質問になってませんけども、はい、戻すとですね、じゃあ、まあ、全体言うと、まあ、昭和が終わったっていうのが大きい気がいたしましたけども、はい、うん、ただ尾道の壁はベルリンにあったかどうかっていうことはお聞きしなきゃいけないかなと思いましたですね、はい、その翌年のベルリンの壁体験はどんなものだったのか、はい、ですね、一つこう言えるのは、僕が大切にしていることでもあるんですけれども、やっぱり、なんか納得できないことは書かない、言わない方がいい、いいなというふうに。でそれは僕ら作家はある意味読者と直接取引をしているんで、まあそのまあ適当に書いてる人はいないと思いますけど、まあ、つまりまあ思ってもいないことを書くとかね、感じてもいないことを感じてるように書くとやっぱりバレちゃうんですよ。それはちょっと裏切るので、なかなかそういうことでは作家っていうのはとても大事。ちょっとこれ話してますけど、この前の芥川賞で古市さんが書い、古市さんっていう人が書いたものが芥川賞選考委員からダイブイングを食らったということで、これどうしてかっていう と、ある別の作家の、文体をパクったってことですね、簡単に言うと。でいわゆるその盗作っていうのはある部分ごっそりね、もうこれはダメですよ、コピペだから。でもこれ文体っていや、それって別に特許庁に出してるわけじゃないし、ね、この文体使っちゃいけませんないんですが、ただこれは何て言ったでしょうね、ある意味作家の生命線でもあるんです。文体っていう形で、ね、最近はねボイス声って言うんですよ。つまり歌手ってみんな声違うでしょ、誰の歌でも一緒じゃないですか、みんな声が。でこの人の声っていうのがあるんで、まあ作家も自分の声を見つけようとしてるし、聞く方も人の声を聞いてる。でちょっとまあ古市さんは、声をパクった疑惑が、まあ、これはちょっとはっきり言って分かりません、まあ、僕は微妙だと思いますが、その時にやっぱり、自分の声っていうのは大事なんですね。でベルリンの壁の話になるんですけど、やっぱり資料を集めて書くことはできるんですが、まあ、それはちょっと難しいなって思ってですね、僕さっきちらっと言いましたが、翌年の2月に、ドイツに行きました。これはもう亡くなっちゃった雑誌の取材で、ゼロ三という新潮社が出た雑誌だったんですけど、で1週間ぐらいドイツを、で最初西ドイツから入って東ドイツを回ったのかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、でベルリンの壁で感じたことなんだと思います1990年の2月、うん、小さいとか西から東に入ったんですよ、うん、ね、当然まだ実はまだ国境あったから、もう多分誰でも入れるんですけど、一応入ったら東の方が寒い、うん、なんかおっ体感2度ぐらい、3度ぐらい寒い。それともう一つ、建物が低い低いですよ、みんな低い建物があって寒いの、空気違うんです。あ、これはね、そんなことどこにも書いてないんですよ。で実は森外、僕一応あれ別の時に行ったのかな、で森外の、かつて住んでたところとかも、で全部保存されてるんですよね。で、保存がすごくいい、でも古い、汚い、安いで、走ってる車がボロい当時 国民車のなんとかっていうのを走ったんですよね。もうなんかね、おもちゃで、そのうちその後、あ、そうそう、その後ね、そうそう、トラバントさすがトラバントってなんかおもちゃみたいな車が走ってるんです。で、その後今度はもうちょっと、国交ができてから、国交っていうか、まあ、統一されてから行ったら、アウトバーンをトラバントが走るとみんながさ
シッシッってなんでこんなとこにもうね、その辺が要するに違う時間が流れていたものが合流する時の変な感じで、多分それはドイツの人たちはものすごくなんか豊かなものと貧しいものは一緒になるっていうところもあるし、違う時間が流れたものが合流するっていうのが、まあ、何とも言えない不思議な感じがして、もう一個で偶然僕なんかで安い居酒屋行ったんですよ。でビール飲んでたらなんか隣のトイレ行ったらね、酔っ払いがうわーとか言ってさ、なんかうわーと言ってんで、でトイレ戻ってさ、なんかだドイツはなんかさ酔っ払い多いよねって言ったらさ、高橋さんあれね、エゴン・クレンツ、ドイツ共産党の最後の書記長ホーネッカーの後のもうクレンツね、最近この辺で酔いだくれて飲んだくれてる行った時に見て、なんか体制の崩壊っていうのは、なんていうかね、もう壮大な崩壊もあるけど、ドイツほどの大きな国でもあんな風になんとかごちゃごちゃごちゃってなるのかなって思うと、いや思ったのは、多分それはドイツにいて、ずっと東ドイツからいた人、あるいはずっと西にいた人、こう通過したドイツ人なら書けるけど、僕らには分からないんですよ。2度低いって初めて知ったのっていうもんでしょ、彼らにとってはもしかすると当たり前かもしれないし、でそのことを多分外国人は書かないんだよね。でそれは同じように、日本、僕たちが抱えてる日本の問題もなんか、客観的に書けるだろうか、つまり本当にこう体感して何か大事なことっていうのはどっかで忘れ去られるんじゃないか。これちょっと言っていいですか。実は僕今いくつか研究していることがあるんですけど、その一つがでもね、国民的な、記憶喪失っていう問題を研究してるんですよ。これどういうことかっていうと、記憶のね変更、これ一番分かりやすい例は、日本人ってよく NHK の朝のドラマって戦争が描かれますよね。あれって基本みんな戦争被害者でしょ。でまあまあ最近ちょっと変わってきたけど NHK も。で暗いね、物資ないし。でもね、あれは要するに戦争中のものを読むと結構明るかったっていう。前蓮見茂彦さんと江藤淳さんの対談がね、今度文庫に出るんですけど、やっぱり昭和10年代が一番明るかったよねっていうすごいもうは超反社会的なでもね、実はそういう側面も。でそれはどうしてそんなことを言わなくなったかっていうと、記憶を書き換えてるんですよ。つまりあれは辛かったね、辛かって僕らはそういう戦争が嫌だった、ね、で心の中では反対してたってことになってるんです。とか楽しかって行け行けって思ってたんですよ本当は。それだとまずいんで、国民的集団的な記憶の捏造っていうのが起こったんじゃないのかって僕の仮説なんです。こういう部分ってね、実は世界中であって、これよく言うんです。フランスは、ドイツに占領されてましたよね。で、フランスっていうのは実はこれも日本と一緒なんですけど、南半分が、ビシー政権で、北がドイツ占領地域だったんです。でビシーは対独協力をしたんで、っていうことはフランス人の、相当程度が対独協力者なんですよ。ところが、ご存じのようにこのドゴールに解放されてからは輝かしいレジスタンスで、対独協力者はダメと。あいつ、これちょうどね、朝鮮韓国の反日と一緒なんです。朝鮮韓国も日本に植民地になった時に、抵抗運動があったんだけど、実は対日協力者ものすごくいて、僕今植民地文学っていうのを研究してるんですけど、
で、そういう人は徹底的にやられるね、うん、こういう人がいたことすら、うん、その国にとっては記憶の汚れになる。これでどこでも。で、日本にとっては要するに戦争でいけいけって言って、米英撃滅でね、うん、っていうのはちょっとできたらなかったことにしたい。で僕はそういうのも記憶の捏造があると思うんですが、これは戦争中です。でも戦争中以外にも僕らは実は記憶の書き換えをどっかでしてるんじゃないか。僕がまあ要するに、社会や政治のことを、あまりこう普通に、書かないようにしてるのは、記憶の書き換えっていうのは、まあ、例えば大文字、まあね、そうです、日本人は本当は戦争は嫌だったみたい。でも細部を見てみるとそうじゃないんですよね。だから細部から歴史を見る、細部から社会を見ることで公的な記憶っていうのはどっかで記憶を捏造してるんじゃないかと思ってる。もう一個いくだけ言っていいですか、思い出したんで。もう実は広人っていう小説の中でも書いたんですけど、これは記者さんならご存知だと思いますが、日本では原爆製造計画がありましたね、うん、西名研究所を中心に、東大と京大でそれぞれ、京大が海軍で東大が陸軍のもとに原爆製造計画、しかも別々にやってるんだよね、あれ、お互いに連絡しないで、もうバカですよねそれ自体で。それで、まあ、結局できないっていうことになって、西名先生が、原爆製造は基本的現時点の技術ではどの国も不可能って言ってやめちゃった、うん、そしたらアメリカができちゃったんですが、でいやこれなんでこれ言ってるかっていうと、日本人の、原爆への記憶の問題なんですよ。でまあ、ローマ教皇もそうだし、オバマさんも来てそうですけど、日本人は原爆を落とされた気の毒な人たちっていう国民的記憶があるでしょ。で、これ調べたんですよ。で、この原爆製造計画っていうのは極秘だと思ってたら違ってた。まあ極端だと結構知ってる人が多かった。一番すごいのは原爆、新型爆弾、原爆らしき爆弾を作った SF が1943年にウーブン売ってんの、うん、でそれ結構売れてるんですよ。 それでその西名研究所の人はね、下宿のおばさんからね、新型爆弾いつできんのってこれでなんかアメリカのなんか戦艦吹っ飛ばせんでしょって普通のおばさんに言われたっていう記事が、ということは、まあもちろん全ての人じゃないと思いますけども、そういったこともこれって、いや原爆落とすが、つか落としていいと思ってたんです、うん、と、つまり原爆の問題で言うと僕らは知らなかったってことだったんですよね、ようなひどい爆弾、そこに初めて無垢の記憶が。これもさっきも言いましたように、細部を見ていくことで、出てくる。つまり、まあ、記憶の捏造書き換えを防ぐには、まあ、個人まで戻るしかないということなんです。で、これは、まあ、極端なのは今言った戦争ですけれども、こういった近過去でも僕たちはこう、いやそれこそメディアが流す、イメージですよね。グローバルでだから生きていけない最近だとね、インターネット社会だと、なっていくと、これからもうなんか AI が活躍するからみんな仕事なくなりますよとか、本当かなと思うけど、まあ、みんなそう言ってるからね、うん、でなんかそういうふうな社会になかなか立ち向かうのが難しくなっていくんで、それはどっかで社会に、まあ、僕らはまあ記憶を書き換えられてですね、うん、洗脳されていく恐ろしさがある。でそれに、まあ、まあここでは、まあ、記者さんたちにですね、それに立ち向かっていただきたいとかやっぱり言葉を持っているわけですよね、メディアは。
なんだかんだ言っても、あのそれはね僕らより強いよあの僕らはまあ僕らも一応僕らメディア持ってませんからね、メディアと協力して仕事はしてますが、なんかねそういうことがせっかくできるのにと、あのそれはただまあ最初にも言いましたけども、まあ僕メディアの方と一緒にお仕事させてもらってるんで、ある種の単純化が必要なんですよね、伝えるっていうことは、うん、さっき言ったように100万ページとか出しても読まないしね誰も。ただまあそこから多分選択の問題にはなると思うんですが、僕はやっぱりあの何かそういう、一つ一つの言葉がですね、記憶に書き込まれていくと、まあまあ、あの普通のいや情報として一緒ですよね、そういう書き込みでいく側の、ある種のモラルみたいなものがあるんではないかと。それはどこかっていうと、まあ、基本的には個人に戻るってことなんですよね。だまあそれは署名記事を増やせっていうことだけではないんですが、これ誰が書いたのとかね、あのいやいやうちの実家には壁がありますっていう人が書いたやつの方がいいと、そういう背景があって初めて説得力があるし、あのだから歴史っていうものはあの、私的なものを公的なものに変えていきますよね。あのだって個人全部の人は歴史にならないでしょ。でも実はそういうことにやっぱり抵抗しなきゃいけないんじゃないのかなというふうに僕は思っています。あのこれはまあ一つ89年で歴史を扱うことなんですけど、最後にちょっと一つ今思い出したんで、あのお存じの方も多いと思いますが、あのフランスの歴史学派でアナール学派というのがですね、アラン・コルバンっていうような人がいて僕大好きなんですけど、この人がやったことは何かというと、すごく簡単に言うと歴史っていうのはまあ大雑把に書くわけですよね。だってねさっき言った江戸時代って言って江戸時代生きた人全員書いてたらさ何億ページになるかわからない。それはもう諦めざるを得ない。だからできるだけ、概括的にならざるを得ないでいいのかっていうのがアナール学派の考えたことで、で何をやったかというと、まあ要するに極端なことやったんですね。僕好きな本が一冊あってですね、ちょっとタイトル忘れたんですけど、要するに歴史ってはだいたい天皇、まあ、僕も言えないですけど、ヒロヒトとかさ、ヒットラーとか、まあ有名人中心主義ですよ。だそうしないと分かりにくいもんね。だってこのどこにしても分からない一兵卒の書いてもさ、太平洋戦争のこと分からない、その通り。でもそれだと全部歴史が大文字になっちゃうので、無名の人の歴史を発掘するっていうのをやったんです。これはなかなかすごい本でね、ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、でどうしたかっていう と、コルバンはあの南フランスのある村に行って、300年前かなんかの戸籍簿を調べて、すごいですよ、せーのって1枚引いたんですでこの人の伝記を書いた、記録はこれだけ、生まれた時と大変で、どうしたかっていう、だから要するにその村の歴史だよね、当時のもうあらゆる情報を集めて、この本当に、何の職人かな、もうただの普通の人、永遠やってたから、この人の伝記書いたんです。これもね、いや正直言って面白くないあんまり事件ないから、ただもう、いやもう要するにいろんな当時の例を言ってこうだったんじゃないかとか、もちろんそうやって想像力を膨らますんですけど、基本的にはこの何百年前にいた何の事件も起こしてない一人の職人の伝記を書いた、これがね一つ態度、これで何の役に立つのかって言ったらさ、こういう歴史もあると思い出しがないよっていうことですよね。だからこれは僕ちょっと、物書きとして非常にあの感銘を受けたと同時に、ちょっとあのジャーナリストの皆さんにもね、あのだから目立つものをやっぱり選ぶでしょ、なんかものすごく変わったものを、僕もそういうの書いてるからでも生きてる人の大概はそうじゃないですからね。だからそこをちょっとあのどうにかしてもらいたいようにしたいですね。で
まあ、最後になりますけど、まあ、89年っていうのはまあ大文字の歴史ですよ。もう非常にいろんなことがあって、で逆に言うと全然大したことがない年もあるよねきっと。なんかそういう年にが大したことがないっていうのも変だよねって、逆にあのこの年は本当にもう全部揃ってね、なんかね、数え役満みたいな年なんですけど。でもそうじゃない年があるっていう言い方もなんか歴史への見方としてはおかしいかなと、あのすごいいろいろあった年でそう思うんですけども、そういう視点もなんか失わない方がいいかなと思いました。会長から質問を取っていいですか。どうぞ。すいません、よく喋るな。尾道の壁がベルリンの壁になり、ジャーナリズムの壁にまでなってしまったということですが、まあ、会長からどなたか。どうぞ。ではどうぞ。あのなんだっけ、どうぞどうぞ。一応あのお名前と所属を名乗って官名にお願いします。マイクを回した方がいいんじゃないですか。いや、はい、一応移動してもらって、はい、回す人がいい。あの、ものすごく古い NHK の OB であります。あの私はあの1958年に卒業してるんですね。あ、すごいですね。でそれで89年までの間はね、やっぱり全体としてはあのバイポライゼーションの時代だったと思ってるんですね。でそれがあのだんだん変わってきて、実は私は86年にあのマッカーサーって、これ安保条約の時の大使、彼はルーズベルトの密書をスターリンに第二次大戦の直前に終わる前に行ってソ連参戦を決めた人で、彼が行ってですね、米ソの融和の話し合いになるっていうのに一緒に行くことになっちゃったんですね。でそれでその結果ですね、いわゆる今の INF っていう条約ができて、それをまた今トランプがやめてるわけだ。だからそういう時代になったんで、そういう経験があるからこそですね、それともう一つ ODA を随分やってたもんですからね、あの89年の結果ですね、これで世界が共通の価値観に基づいてね、グローバルに展開していく時代になってきたのかという感銘を受けてたんですが、それが全然そういかないわけですね。でそうするとですね、一体これからどうなるのかという場合に、あの高橋先生はですね、昔のようなバイポライゼーションに変えるのか、それとももっと違ってね、あの世界が対立の時代になっていくのか、ということについてですね、はい、まあ、どういう見通しを持っておられるか、ちょっとあの、はい、あの教えていただきたいと。はい、わかりました。見通しはないですが。それはね、ちょっと、最近よく考えるんですね。やっぱりこういう問題あって大変だよね、おしまいだと、やっぱりそれも失礼だと思うんで、何かしらあの僕たちはオルタナティブ、対案っていうかをやっぱり出し、それは後から来る世代への、先行する世代のまあ義務だろうというふうに思うんですね。で、さっきも言ったフランシス・クヤマが言ったようにはならなかったですね。まあ、例えばイスラム教を見てもね、まあ、独特の価値観と世界観があって、言ってみれば西洋、今の人権思想に基づく西洋的価値観とは違うんですね。もうこれは変えてくれって言っても変わらないです。たときにどうするのか。ですから、あの一つはまあ本当の多様性が何かを考えるしかないということです。あの多様性っていうのは、お互いの違いを認めて、できるだけ相手にもいいようにしてあげる。でも多様性を認めない人との多様性ですよね。でそのことはやっぱり今まで考えたことがあんまりなかったんです。でそれは哲学者もですね、まあいろんなところの人が多様性を認めない人たちも含む多様な社会がどうあるべきかっていうことをちょっと考えようとしています。でまあ僕も及ばれながら考えようとしています。で、まあ、まず一つはね、すぐできる解決策はないですとすると、あの一つ一つの場所でね、まあできることをやっていくしかないということ。もちろんイスラムの問題は少し遠いですけども、そのもっと近いところに別な問題がありますね。あの例えば、まあ、今言いますと、僕もうまだ大学一応専任教員を辞めたんですけども、講師はやらされてるんですが、大学もすっかり変わってしまいましてですね、あの自治なくなっちゃいました。ご存知ですよね。知ってます、大学自治なくなったんです。ほらメディアが報じないから。
ですね、2年前か、3年前かな、大学管理法みたいなのができてですね、あ、大学の自治って何だか知ってます？ちなみに大学の自治の定義。難しいことをおっしゃいます、ね、簡単なんですよ。学生がほら、もうメディアなのに知らない。いや、僕も知らなかった。僕は特にバカですからあのね、僕も知らない。大学の自治の定義は、教員の人事権を教授会が持つってことなんです。なるほど。これだけなんです。あの、学問と関係ないんです。これが実は超重要っていうことは、今実は教員の人事権は教授会にないんです。知ってます？それも3年前から。ほら、通じないんだ。どうなったかっていうと、文科省の、強い要望で今学長になったんです。で、実質的には教授会で決めて学長が OK 出す。だから変わってないんです。でこれ怖いんですよ。あの、次に文科省は学長の任命制を、ね、狙ってるんです。いわゆる、あの、外堀を埋められた状態ですから、今だからもし学長がノーって言ったらダメなんですよ。だって教授会任命権ないんだよ。ほとんどの大学で、学則改正されてます、数年前に。これなんで改正されたかっていうと、いや、言うこと聞かなかったら補助金出さないって言って、講じないからこれ、例えばこういうことをどうやったらいいのかとかね。それから、まあ、シラバスとか、まあ、中である。で、こういうことが、実は、大学教官が今対応できないっていうのは、忙しすぎて反対運動をする前に、あの、やらなきゃいけないことが多いです。事務が頭いいよね、文科省も。った時に、あの、いや、これ何を言ってるかというと、そのイスラム教の非寛容の問題の前に、大学の自治がないって傘がないと一緒です。というか、そういうことで足元から崩れていっていると思います。違う価値観の人間たちとどう共生するかっていうのは大事な問題なんですが、その前に自分の足元がどんどん崩れていってやばい、そのことに実はすら気がつかなくなっています。あの、大学の教官でも困ったなって言ってる人と、そうなのって、自治ないのって、っていうふうに、つまり、社会の変化はですね、まあ、物をできるだけ考えさせない方向に来ているんですね。なので、まあ、具体的に言うと、大学の教官なら、いや、そういうことに、そうじゃないようですね、どうしたらいいのかとかね、シラバスを変え、カリキュラムを変えるって全部英語でやれって言って、ね、言われてるんで、英語でちょっと待って、やんなきゃいけないのって、ちょっと反対しろよね。今英語が結構必須になってるでしょ、と英語が不得意な教官がクビになってるんですよ、うん、とね、文化系の教官は英語に苦手な人多いから、あの、まともな人ほどクビになってる。でもそれはそういう定めに、そういうことが多分あらゆるところで起こっていると思うんです。ですから、まあ、あの、大きい今のような問題も重要なんですが、崩れゆく足元をどうするか、それに早急に対応して、何かをしていくと。あの、僕今ですから、学校大学のカリキュラム問題ちょっと喧嘩したんで、もう自分で塾を始めましたけど、まあ、例えばこういうようなことを、全ての人々がその場でやるようになると、多分それは一つの大きい対抗運動になっていくんだろう。もうその方向しかないんじゃないですかね、と思います。あと1問ぐらいいきますか。何、はいはい、かありますか。かつて学生運動を経験なさった高橋さんらしい、はい、発言だったし、とんでもないですよ、非常に穏健な他に何かございますか、はい、じゃあどうぞ。入ってます、はい、あの、個人会員というか、まあ、OB の尾崎と申しますけどね、はい、あの、多様性の問題ですよね、はい、あの、まあ、何でしたっけ、
ウーマンリブから始まって今 LG なん、はい、とかってねまで来ちゃってですねまさにあの多様化が世界の趨勢になってますよね、はい、ところがその多様化の問題特にあの女性に絡んだ多様化の問題はですね、はいうんもうあのなんとかから始まってですねイギリスの時代から始まって、はい、もう常に世界の潮流と はい、なりつつしかし必ずバックラッシュが来ると、うん、その繰り返しが来ているわけですよね、うん、で先ほど先生おっしゃった中でその多様あのイサムと同じようにね、はい、あの多様性を認めない、まあ、民族というか集団というか、はい、あれを多様性の中で、うんその包括していくと、まあ、ソーシャルインクルージョンというのはこれもまあ最新の、はい、その辺とはどう、まあ、お考えになっていらっしゃるかお聞きたいんですか、はいですねまあ、超難しい話ですよおそらくこれ世界が最後に変える問題かもしれないとあのソーシャルインクルージョンねあの今はや、大変売れているブレイディ・ミカコさんなんかの本を見るとあのイギリスは結構、まあ、多民族国家になったんですよ完全に特にイスラムの人が多いので、まあ、大変苦労をしている。しかしもうこれはもう抱えていくんだと、いうふうに決めてただあのさっきも言いましたようにこの、多様性を認める側と多様性を認めない側の対立ならまだいいんですが多様性を認める側の中にも認めない人がいるんですよね、まあ、言ってみればもうだからそれが、ヘイトスピーチになったりして噴出していくとですからあの問題が外だけならいいんですけどね内側にもなんでこんな多様性認めるんだよっていう人たちが実はあの多様性の問題ができる出てくる前まではそういう争いをしなくて済んだんです、うん、ある意味その多様性を認めるっていうことはこの社会に亀裂をもう前のままでいいじゃないかとね、その他の民族の間それまでは喧嘩しなかったのに人が入ってくるに従って分裂は進んでいきます。で、まあこれはもう考え方2つです。もうこれはあの、まあ、ある意味人間、まあ、そういう、まあ、差別する生き物っておかしいんですけどねあの多様性をみんなが認めるほど許容力はないそんな社会は来ないと諦めて、まああのある程度のとこまでしかできないっていうふうに諦めて制度設計をするかできるはずだしそういう方向に向かっていかないってダメだとあのよく言うんですけどあと民主主義は、完成した形態ではなくてあの永遠に、常にあの更新し続けるんだっていう、普段の更新を続けるシステムが民主主義だという考え方もあるんだったらまあ、いわば究極の目標を挙げてそれに斬新的に近づいていくという考え方と、まあ、お前はどっちだって言われるとね、まあ、僕は後者ですねあのできないっていうふうにした時にあの、まあ、要するに努力を諦めてしまうことになりますこれはさっきも言いました LGBT でも何でもそうですけども多様性を認めようとする運動が盛り上がるほど反対が強くなります。もうこれは体内の免疫と一緒ですよ。いやいやそうですよ。ですから異なる菌が入ってくるからあの抗体ができていくんですよ。もうだから人間共同体って抗体いっぱいいるんですよね。で、これはある意味人間という社会的生き物が持ってまあまあ業みたいなそれで言うとキリスト教ができた時に、まあ、断されましたよねあれも一緒ですよあの当時の、ローカル宗教に対して世界宗教が出た時に総反撃を食らいますでも ある意味そういうことを繰り返しながら免疫が力がついてきたのも人間の歴史なので現実的に非常に難しいですよねさっきのイスラムの問題でもつまり全く違う習慣、ある意味不寛容ですからねイスラムでもかといってイスラムの人たちも一枚岩じゃないんですリベラルなイスラム教徒もうちょっと解放されたイスラム教徒の人もいるとだからそういう人たちを取り込んで生きながら少しずつ戦線を、気長に増やしていくとだからまあ一言言うと絶望しないと
いうしかないですね。でもうその時にだから制度設計をこう考えてできないですよ。もしこれでダメだったらじゃあ別のやり方を、まあそういう意味では永遠に、ですね。だから民主主義はそうそう、永遠に続くプロジェクトみたいな、だと言われてるのと同じです。この社会っていうのはそういう意味で、ちょっとフランシス福山の言った意味と逆になっちゃいますがね、これが到達点だっていう実は社会がないんじゃないか。それはある意味人間がそういうなんていうかね、他者を拒否する性質を持っていると。でも考えて社会っていうのは他者でできてますよね、もともと。だから社会を作った時にそもそも矛盾を抱えて込んでいるんで、もういいじゃないですか、死ぬまで矛盾と戦ってればっていうふうに僕はそういう意味で楽観主義に欠けると。これ欠けですよ。こんなのだっていくら考えてもさ、正解なんか出てくるわけないんですから。まあそういう意味で楽観主義に欠けると。でその場合の要諦、必要なことは一つですね、楽しくやる。以上です。はい、わかりました。では時間も時間ですので、はい、ありがとうございます。というのもですね、実は記号いただきましたのもですね、締め切り原始になりましたですね。僕の記号締め切り原始です。そうそう、ただ15分ほど遅れてしまいました。はいはい、そうです。であとは恒例でですね、クラブから、はい、これは粗品ですね。粗品ですね。立ち上げますので皆さんちょっと拍手よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。